に。ヒロパープルのシャー TV ナンバー2。やったよやったよやったよ母ちゃん、やったよやったよ、タイちゃん仲間が増えたよ。はい、というわけでございまして、ヒロパープルのシャー TV ナンバー2とね、あのなんと2本目なっております。今年の7月か8月かな、に、1本目撮らせていただきました。道玄坂カフェさんの道玄坂 TV ね、撮らせていただきましたヒロパープルのシャー TV が、なんとめでたくこの度100回再生を達成いたしました。皆様ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日隣の声やらせていただきます時田光です。よろしくお願いします。お願いします。前回とちょっとキャラ違くないか。そうですか。いや、おそらくあの、まあ、初回だったんでね、ちょっとあの、まあ、テンション的にもどういった方がいいかなっていうのがあったと思うんですけど、なるほどね。はい、一応ね、ここあの道玄坂カフェさんを通常レンタル店、通常の時に借りてるので、はいはい、ドリンクの注文してもらっていいですか。あ、了解です。じゃあドリンク、これレッドブルかな、一本お願いします。はい、あれ早い、スピードが命ですからね。いや、スピード命。いや、一丁いただきます。じゃあよろしくお願いします。皆さんも、乾杯。スマホで乾杯、いいですね。いただきます。どうよ。うまい。ありがとうございます。お疲れです。お疲れです。まだまだ最中だよっていう、ね、まっぴるまでございますけどね。どう、前回から今回の間、はい、なんかどんな感じなの。いやですね、まあ、正直申し上げますと、最初の方、うん、動画をアップして間もなく、まあ、最初はグッとスタートアップあったんですけど、うんうん、ちょっとこう、まあ、停滞と言いますか、なんか70回あたりぐらいでちょっとね。そうなんですよ。こうやったんですけど、一気にそこからドンと行きまして。なんで行ったの。これが、ね、一個ね、要因があるんですよ。これなんすか。ちょっとこちらもね、あのテロップをテロップを用意いたしましたんでね、これを元にね、あのご紹介させていただきたいと思うんですけども、実はあのシャートっていう名前と喜怒パープルっていう名前がありますっていうのは、前回の1回放送でね、はいはいはい、させていただいたんですけど、ご紹介そしたんですけど、そのシャート名義と喜怒パープル名義両方で1曲ずつ全世界配信やりまして、うん、へー。そうなんです。全世界で、iTunes さん、Amazon MP3 さんや Spotify さん、Music.jp さん、オリコンミーさんですが、いろいろなところで全世界111カ国ほう配信いたしまして、でこの中でですね、なんとですよ、はい、よ、そのシャート名義、はいはい、でちょっと前回ちょっとだけ流したスタイルっていう楽曲があったんですけれども、はい、その曲が、はい、 Amazon MP3 で1位獲得しました。すっげえ。マジか。しちゃったんですよこれ。マジか、はい、あのヒップホップランキングでね、 Amazon MP3 の中のヒップホップランキングっていうのがありまして、こちらでなんと1位獲得いたしまして、なんと J-POP でも6位。そうなんです。周りにリップスライムさんですとかね、コモン、洋楽のコモンさんだとか、もういろんなマッドヴィランズとかいろんなのがある中で、来たね、受け取りましたよ。うん、友達だろ、俺とは友達だろ。間違いないです。間違いないですよ。そうなんです。あ、でまあそうですね、あの J-POP の方でも、まあ、先ほどちょっと言いました、喜怒パープルという名義で、うん、ですね、その東北さんにもお世話になりまして、7月の私主催ライブをね、あのさせていただいたんですけども、はい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 、その際に出演していただいた、サーモンさんというヒューマンビートボクサー、口で、ービートボクサーと、歌のうまいイケメン2人組、ジルブラっていうお二人がいるんですけど、うん、このお二人にご協力いただいたダンスホールの夜明けがっていう楽曲、こちらも、全世界配信同時にいたしまして、それはちょっと俺も聞いてみたいな。あ、ぜひ。あ、そうです、聞いてみたいです。聞いてみたいですか。あら、あ、実はですね、振っちゃった感じよ。実は振っちゃったやつね、これね。全然考えてない。じゃあちょっとあの最初から立て続けて申し訳ないんですけどね。お、聞かせて、マジで。了解いたしました。ではもう今リクエストいただいたんで、ダンスホールの方からいきましょうかね。あ、ぜひ。これですね、実はプロモーションビデオを作成いたしました。なんと作ったんですよ、これ。で、皆様、シンガーの皆様は、ライブの映像でちょいちょいとこう出てくださってるぐらいなんですけど、ちょっとこんな感じでね、バラードチックな楽曲なんですけども、新宿の某ライブハウスから、現実が住まう新宿駅へ向かう間の道をこうやって、まあ、一本道でこういうふうにね、動いてるだけではあるんですけど、
いやいや、いいんじゃない、いいんじゃない、センス的に。ありがとうございます。これは、見たり聞けたりとかは？はい、こちらもですね、YouTube の方にね。もうアップしたんです。アップされております。はい。キドーパープルという名前でね、検索していただいても出てまいりますので。見ようよ。ぜひぜひぜひ。ショートバージョンとなっておりまして、うん、フルよりはちょっと短い感じになっているんですけど、曲としては全然普通にフル並みに聴けるので、もうフルは基本的にはライブとかね、配信とか聴けや見ろや、うん、聴けや見ろやということでございます。そう、リンクとかも貼ってありますんでね、よかったら。じゃあもうちょっと軽くだけ流しましょうかね、 BGM 的に。そうです、私はね、早朝何時だったかな、7時か6時ぐらいの新宿の駅に参りまして、おう、そうなんですよ、お、他のところのマイクが入ってる、マイク入っちゃった、ちょっとそれ聞かせてあげて、了解です。はい、ダンスホールの予約だと伺っております。はい、というわけでね、こういう楽曲でございますね、ダンスホールの夜明けがという楽曲なんですけども、そして先ほど1位取りましたと言いました、うん、スタイルという、ね、楽曲もこちらも YouTube にアップされておりまして、これはもうそれこそトキさんご協力あってのですから、これ何ですか、撮っていただいた動画がそのまま使われておりますこちらもちょっとね、ぜひチェックしててください。シャートのスタイルという楽曲でございます。動画編集も私初めて動画編集という形ではさせていただきまして、うん、だよ、昔撮ったもうふんちゃらさんのグラフランみたいな感じになってるああ、シャドーバーブ昔一緒にやったことあるんだよって、懐かしい話ができるようになるのかな、そうなるように私も頑張っておりますけどさあ、こちらはその楽曲の歌詞をちょっとピックアップしてライブ映像と、まあこんな DJ 的な感じもね、一緒に作ったりとかして、ああいいじゃないですか、こんな感じでね、動画編集も最近はやるようになりまして、はい、というわけでその前回の収録から、まあ、約半年ぐらいありましたけども、ちょっとかかっちゃったかな、ちょっと時間空いちゃいましたけれども、まあ、その間に時間かかった分いろいろ活動してましたよっていうことだけでも、よかったよかったご報告に上がれればと思いました。ナイス、こんな感じでございます。よかったら YouTube で SHEART シャートで検索していただければ一発でいただきますんで、うんうんうん、お願いいたします。画面ごとかい、画面ごとお願いしますよいしょ。これも他には何かやったことはあるんですか？そうですね、特に最近動画系にちょっと力入れてまして、うん、YouTube、それこそ YouTube の中の、まあ、個人的なチャンネルがあって、うん、そのチャンネルの中で、例えば某ゲームをやる課長さんがいらっしゃいますけれども、うん、あ、はいはいはい、某ゲームをやる、ね、どっちかというといい子な感じの芸人さんがいらっしゃいますけれども、その方が出ていた武道館でゲームをやったんですね、あの人がね、ほうその番組 のイベントとして、うん、でそのイベントのレポート的なものをアップしたりですとか、行ってまいりましたよ的な、現地でのこう勝手に取材ってやつ、勝手に取材ってやつの道元とか TV と変わらんじゃんまあ、あそこはやはりサンプリングのリスペクトをさせていただきましたねまあ、勝手に取材を、それと頭のところで道元とか TV って言ってくれればうちにも載せんの今度から載せましょうかね、それ、やろうよ、それさ道元とか TV って言ってくれれば、はい、で、あなたのチャンネルの方では道元とか TV っていうところカットしないよこれ放送で言っちゃいかんもろここで打ち合わせされてるの分かっちゃいますからね、これね、そうでもね、これ見てる人たちも、全然それで OK みたいな、はい、道元坂カフェとか道元坂 TV の活動に興味を持ってくれてる人がいたら、どんどん絡んでってほしいなとかと思ってるんですけど、ね、いや本当ですよね、ぜひもう本当に道元坂 TV さんもいろいろやってもらってるん でもう自分もそうですし、本当だよ、本当にどこまで手を広げるのかっていうくらいやってますから、どうにもなんないよ収集がつかないといけないんですけど、でも本当にそれだけあるんで、もう自分自身の活動としてももちろん非常にお世話になってますけれども、ちょっと一個自分の全然フィールド外のところも遊びに行けるっていうのは、これ本当にいいところだと
思っておりますけど、うんうん、いやでもそれいいテレビの動画みたいな形で、やっていければいいですね。そうですね、本当にそう、まあ、こんな感じで動画アップしたりとかね、まあもろもろと動いているというのが、まあ近況でございます。ライブとかはどうなの？ライブの方は今ちょっと制作に力を入れちゃっておりまして、うん、あんまりライブはほぼほぼしてないですね。ただそのシャート名義の曲がやっぱり今のところないんで、以前で、あ、ちょっと前回の放送をご覧になってない方のためにご紹介なんですけど、今まで7月まで私 SKOK と4文字で、アルファベット4文字でね、検索していただければ出てくるかと思うんですけれども、そういう名前で活動しておりまして、そこから、シャートっていう名前に切り替えたんですね。これちょっとこう出ております、SHART でシャートっていう名前で、活動しておりまして、それのさっきのがデビューシングルになりました。先ほどのスタイルという楽曲が、でそれ以降まだ楽曲シャート名義での楽曲ってのは全然ないんで、うん、なのでその、まあ、新曲作ったりだとか、あといわゆるリミックスといって他人の曲をのインストを使ってそこに自分のラップを入れたりとか、まあ、そういうのでちょいちょいとニコニコ動画さんとかサウンドクラウドさんとかね、うんうん、いろいろアップしております。はい、まあいろいろ面白そうですわな。ありがとうございます。でもね、こんな私ただしゃべくってるだけなんですけども、一応これでも曲も作れるしラップもできちゃうんですよ。バカにすんなよ、バカにすんなよ、バカにすんなよ、ほんとに口喋ってる人間じゃねえぞ、ほんとにね。俺前回のキャラ違うじゃないか。いや、やっぱり初回を経て砕けたものがちょっとね、いろいろとあるかなっていうのはあるんですけど、まあでも前回の放送でもちょっとご紹介したんですけど、 iPad を使っていろいろやってますよっていうのは前回もね、お話しライブでも結構駆使してるもんね、しょいしょいとさせていただいております。すごいなと思ってた、はい、iPad を使ってパフォーマンスやる方は確かに多くいらっしゃるんですけど、ただその、まあ、いろんな使い方がありまして、よいしょ、例えばね、これは一つのアプリです。アプリなんですけど、よいしょ、ボタンを押すとこんな感じでもうね、音が出ちゃう。あ、ここあるわ。いろんな音が。うんうん。まあこんな感じでいろいろ遊べるんですけども、これを使って、まあ今何分ぐらいですか？もう7分ぐらい喋ってると思うんですけど。いや、12分で喋ってますよ。もうそんな喋ってますか？はい。じゃあ12分経て自己紹介したいと思います。まあこんな感じで、じゃあいきましょう。俺が SHE to the ART、 気ならしとけよ TwitterRT、 そんでビートはキドーパーポビー、シャーティナッツでみんなカットビーナッツ、そう今日は道玄坂 TV、オンザセット、ほんといい調子、俺が SHE to the ART、 ほーというわけで私、シャートと申します。いいねー、ほーとかって言いたくなる。よくあるね、やつでございますけど、来年50のおっさんでもほーって言いたくなる。いやもうね、バンバン言ってほしいですね、ほんとに。まあこんな感じでラップもやりつつ、 iPadも使ってパフォーマンスもやりつつ、キドーパープルはプロデュース名義、シャートはラッパー名義でやっております。です、なんか、はいはい、この後そういえばうちもね、PV を撮りに行ったりするじゃん、その辺は言っても平気なの？はい、あ、大丈夫です。これもですね、つい先週にその企画の予告編的な動画を、まあ、ほんと30秒だけなんですけどちょっとアップしまして、まあ、概要は、あ、こっちで言っちゃった方がいいかな。概要はちょっと動画の後にご案内したいと思うんですけれども、毎月1本動画兼新曲を発表する、来年から。お、俺それやれよって俺言おうと思ってたところだ。あ、本当ですか。まさにそれをね、やらせていただくわけなんですけれども、それのね、あったあった、これだ、これ。これがですね、じゃあその CM をちょっと先に流したいと思います。よいしょ、うん、ザ・ニュープロジェクトトレイラー、まあ、要は新企画の予告編ですよというわけで、うん、こちらの動画ちょっと見ていただければと思います。来いよ、キドーパープル名義でやります。キドーパープルのニュープロジェクト
見えないバンドと企画をやります。何ちゅう名前ですか？We are BA4 というわけで、2014年の1月からこのニュープロジェクトがスタートいたします。おー、はい、あ、これはさっきのやつですね。はい、そうで、これのプロジェクトの一環で、そうです、先ほどお話しいただきましたけれども、道玄坂 TV さんとか時さんにね、非常にご協力いただきまして、たくさん、なんかたくさんご協力いただきまして、動画を撮影したりだとか、あとそのこれバンドなんですけど、基本的に歌わない、要はインストの方のバンドなんで、歌うとするとラッパーがいたりとか、あとそのボコーダーを使ったボーカルがいたりとか、そういう感じで歌うんですけれども、その歌い手さんを、まさに道玄坂カフェさんのね、某ゆださんとかね、ご協力いただいたりですとか、TV のダンスシーンがあるんですけども、そのダンスシーンに某地獄メイトさんにご協力いただいたりですとか非常にご協力いただきまして、そしてなかなか今まで自分も作ったことないし、こういう手法はあっても、こういう使い方したかなみたいな、面白い感じに一本、できておりますので、今現在本当に鋭意制作中、ものすごいいい感じになっておりますけれども、いつ見れんの？これが、まず先ほどの動画で出てたものが2014年1月に1本目出るんですけど、その道玄坂カフェさんのご協力いただいたものは2月に出ます。おお、はい、で、そして2月か3月か、今おそらく2月になると思うんですけど、2月にその楽曲が入った CD、 おお、これがプレスします、ちゃんと。1枚ちゃんとプレスして、そしてブックレットとかも全部イラストレーターさんに絵描いていただいて、中への挿絵もあって裏もあって、本当にプレスして、宝くじ当たったんだったら俺にも金くれよいやいやいや、まさかのちゃんと実費でございますよ、それは。本当になんだよ、そこまでやって、そう、もうそれだけ時間をかけたプロジェクトでございます。なんと私4年かけました、このプロジェクト企画構想制作、全てで4年かかって4年越しに発表するっていうすんげえ、いや頑張りましたね、いや頑張りましたよ、まあ、これで、ね、もう本当にものすごい力入れてるんで、へえ、まあ、来年は一発目これから行こうかなと、キドーパープル名義でこれ一丁やっていきたいなと思っております。それはそれで動画もやっていってほしいし、なんか道玄坂 TV ともなんかやろうよ。そうですね、ぜひやりましょう。でも本当になんかがいいんだよな、このライブイベントないしオフ会的な一つのイベントとして何かこう企画を練るのも全すごくいいと思うし、まあ、それも一つだし、例えば月に1回そういう活動をしていきますって言うんだったら、あ、ここの端っこの方を使って、はい、通常営業の昼間、まさにこういう録画みたいな感じで、はい、収録を30分ものをなんか作るとかって言うんだったら協力するよ。ありがとうございます。そうですね、なんかそう、それこそ番組的なじゃないですけど、それちゃんとデータとして置くことして、自分のチャンネルにもアップしない。あ、はい、YouTube のね、先ほど道玄坂カフェは、道玄坂カフェの人間と喧嘩してもデータをもらえるって本当にやってるんでそれはそれ、これはこれなっていう口約束だけど、基本的には約束は守るものということでやってるんで素晴らしいスタンスですね、喧嘩しても、まあ、ちょっとちゃんと頑張ろうねってなるほど、なるほど、じゃあそれちょっとね、はい、動画見てる人たちには関係ない話かもしれないんで、いやいやいや、皆様はぜひね、この動画を見ていただいて、これ動画が100回で今2本目撮っておりますけど、はいはい、2本目だと200回に、ね、なるっていうわけなんで、ね、ぜひ今見ていただいてる皆さんはお手元のキーボードの F の5というボタンをね3回ぐらい押していただければまあ、私が非常に喜ぶっていう、ね、スタンスになっておりますので、ね、よかったら一つよろしくお願いしますね。はい、さあ、はい、もう19分回りました、ね、あら、もうこんなお時間でございますか。終わりの時間ですよ。早いですね、喋りすぎましたね、ちょっとね。いや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 、トーク動画だからな。まあそうですね、まあ、これを見て皆様が楽しんでいただければ本当これ幸いと
という感じになっております。タイトルコール言って終わりにしたいけど、あんたタイトル覚えてる？私もちろん覚えております。だってここにカンペありますからね。カンペなくても覚えてますけれども、はい。じゃあタイトルコール言って終わりにしましょう。はい、それでは、第3回もぜひ皆様のご協力あれば見れますんで、私も撮りたいんで、ぜひ一応よろしくお願いいたします。というわけで、今日は本当にありがとうございました。キドーパープルのシャー TV! またねー、バイバーイ、バイバーイ。